京都大学の松下です。それでは私の方は学習を促す教育学習データの活用ということで、高槻中高、大阪の私立の中高一貫校なんですが、そこに私ずっと入ってますので、そこでの e ポートフォリオを用いた実践という、事例紹介のようなことをさせていただきたいと思います。で、今回、この4つの、テーマでそれぞれのご発表があるんですが、私は、1番目と、4番目のところを担当しています。で、特に、この e ポートフォリオ実践を事例として、これについて述べていくというのが、この報告の趣旨です。で、まず、教育学習データの収集と活用なんですが、ここで申し上げたいことは2つ。1つは、ポートフォリオっていうのは生徒自身が、データを収集して学びの主体性、自立性を育てる。自分でデータをアップしていくっていうことですね。で、もう1つは、今の前田先生のお話の中にもあったんですが、手数をかけないっていうお話があったんですけども、教師の評価の妥当性を高めるとともに、評価負担を減らすっていうことが、大きな現場の課題になっています。で、高槻で使っている e ポートフォリオの全体像はこういうものなんですけれども、定型のものと任意で学校で使え加えるものとがあります。で、定型のものはずっと振り返りに使っています。それから、任意のものは自主参加の活動に関する学びの記録、あるいは探究の記録などに使っています。そしてこれらを使って、効果的な学習指導や、あとですね、今日あんまり出てこなかったんですが、大学入試改革への対応っていうのも非常に大きな現場の課題になっています。で、まず日々の振り返りなんですけども、こういうふうに以前から生徒はずっと日々の学習を振り返っていたんですけども、それについて先生からのコメントを返すと。で、先生からがおっしゃるには、非常にコメントを返すやりとりって簡単なように見えて、こう集めたり返したりするのがすごく大変なんですけども、それが非常に簡単にできるというメリットを言われています。それから行事、様々な行事があるんですが、その時に生徒が学んだことをこう記していくっていう、こういうことですね。それから1年の振り返り、こういうふうにこう書き溜めたポートフォリオ、ポートフォリオってよくデータを集めるだけでそのまま集めっぱなしになっていることが多いんですが、それを振り返って自分がこの間どんな学び成長してきたのかっていうのを見る、しかもそれをですね、誰かに対して伝える、あるいはそこからフィードバックをもらうってことがとても重要なんですね。で、高槻では年度末に学習インタビューっていうのをやってまして、こういうふうに生徒が保護者と教師に対してこの1年間学んだことっていうのを発表して、それぞれからアドバイスとか質問をもらう、こういうインタラクティブなやり取りをするっていうことをやっています。で、そのこの1年間の振り返りですが、これもデジタルになっていて、そしてこれをですね、電子的に記録することによって、指導要録っていうのが、これまでは先生が、先ほど久住先生のお話の中にもありましたけども、生徒が見られない形で記録が取られているわけですけども、しかも先生は、その40人の学、とか45人の生徒を、全体を見てるわけではないので、非常にこう、ある意味こう、恣意的になる部分もあったんですけども、この場合は、生徒自身が自分の学習のエビデンスを収集して、そしてそれを各項目で、まず自己評価をすると。で、それを、先生が、見ながらですね、先生なりの評価を加えていくっていう形で、指導要録を書かれています。で、こういうふうにして新しい調査書っていうのは非常に各項目も増えていて、しかも長期的に書かなければいけなくなっているんですが、それを先生が全部おやりになろうとすると大変なので、こういうことをですね、生徒が自分の集めたエビデンスに基づいて、振り返りをやりながら、で、その記録をしていくっていうことですね。つまり、生徒にとっても学習になり、かつ先生にとっても評価負担を減らすっていう、そういうメリットがあるというふうに考えています。4番目の論点の教員の研修と支援員の配置についてです。ここでのポイントを申し上げたいことは、当たり前のことなんですけども、この両方が非常に重要であるということですね。で、まず、この ICT 活用、利活用教育を支えているものとして、高槻の場合は、BYOD ということで、今、ずっと下から上がっていて、今、高1までこういうふうに全員が持つようになっています。それから校舎のインフラの整備、それから ICT 支援員の配置ということです。
で、教員の研修も、もちろんやっていまして、例えば e ポートフォリオを導入するときには、その、説明会、研修っていうのをやります。そして、これはその、状況ですね。で、それに加えてですね、ICT 支援員っていうのを配置してまして、高槻は1名で、この方がすごく頑張ってくださってるんですが、先日、オーストラリアに、研修に、視察に行ったんですが、その時には、高槻とほぼ同じ規模の学校で5名スタッフがつけてありました。非常に充実してました。で、高槻の場合の ICT 支援がなさっていること、まず ICT 機器の選定、設定、トラブル対応、それから e ポートフォリオなどのテンプレートを作成して、そしてそれを学年主任から各先生に一斉配信をして、その上で担任が生徒とのやり取りをやるっていう、そういう形になっています。それから ICT 利活用の相談、それから生徒の利用トラブルの対応、ログのモニタリングなどですね。まあそういうようなこともやっておられます。で、こういったことは多くの学校では、各教員がですね、公務文書という形でやってらっしゃる場合が多いかと思うんですけども、こういったことをちゃんとやろうと思うと、とても教員の公務文書では不可能であって、そのためにも、ICT 支援員っていうのを各学校に配置していくということが今非常に、求められているのではないかというふうに思っています。以上です。どうもありがとうございました。